はい、花山さん応援できる人ということで動画をいただきました。拝見しました。で、今回はね、あのみんなの銀行ね、花山さんもお勧めてると思いますけども、みんなの銀行についてお話しましょう。私はね、今までずっとみんなの銀行を知った時からずっとね、動画を作ってお勧めしてきました。本来でしたら YouTube 動画って1個作ればそれがね、検索にかかって再生されるんで、たくさん作んなくてもいいような気がするんですけども、でもね、やっぱりたくさん作ることによって毎日新しい動画が出ますよね。で、いろんなタイトル、いろんな切り口、こういうのでお伝えすることによって、そうしつこいな、そろそろやろうかなっていう人も出てくるわけですよ。ね、実際3日前にやらなかった人も今日はやっているとかね、10日前にやらなかった人も昨日はやっていたとかね、こういうことが起きるわけなんですよ。要するに、しつこくしつこくしつこく続けていくと、だんだんそれが信用になっていくんですよね。で、やってみようかなってことになっちゃうんですよ。まあ、ですので、この前、アンチっていうことについてもお話ししましたけども、アンチなコメントが入っても、自分の発信したいことをまっすぐに繰り返していく人ってどうですかね。人は信用すると思いますし、アンチの人は離れていくと思うんですよ。でも、アンチコメントが入ったからといって、もうね、発信をやめてしまったりとか、アンチの人に忖度するような、自分のね、本心を曲げたような発信をしていったらどうなるでしょうか。多くの方は信頼を失うんじゃないかなと思うんですよ。だからある意味ね、自分の考えが間違っていたなと思ったら方向転換も必要なんですけども、でもしっかりとした自分の芯をね、向かう方向を指し示すのは、これはね、ブレてはいけないところかなと思うんですよ。で、私は常にお金の問題解決について発信してるんですよ。みんなの銀行っていうのもまさにそうですよね。だってすぐお金が欲しいわけでしょ。で、次の日にはこれ1000円切り出せるわけですからね。だからこれをやらずして何をやるんだって話ですよ。もっと難しいことを希望しているんでしょうか。それとも数年後にお金になるような、そういった修行のいることが必要なんでしょうか。もちろんそういうこともお伝えできますし、私の発信の大部分はそれです。もうすぐにお金になりますよってことは滅多にないわけですよ。その滅多にないものの一つがみんなの銀行であるのに、これすらやらない人がいるってことは、もうすでにね、お金の問題解決は終わっちゃったんでしょうか。それとも諦めたんでしょうか。このみんなの銀行、誰よりも稼いでる私ですら、誰よりも発信してます。誰よりも紹介に熱心です。どうでしょうか。このぐらいやらないとお金稼げないと思いませんか。ね、花山さんもみんなの銀行いっぱいやってると思いますし、なんかその暗号通貨の相場解説もね、こう毎日やってるんですよね、いろんな通貨で。多分ひとまとめにせずに、それぞれの通貨ごとに発信するってことは、まあ、それぞれのね、通貨ファンに対してのメッセージなのか、それとも全部を見る人もいると思いますし、まあ、いわゆるね、厚みを持った再生数っていうのを狙いに行ってるところもあるんじゃないかなと思うんですよね。サムネイルが似てくるっていうのは、だいたいサムネイルによって動画の内容をね、伝えていきたいっていうよりも、やっぱりね、多くの人に玄関を設けてくれてると思うんですよね。だから花よるまさんも毎回毎回相場解説出してきております。で、時にはね、私もクリックしようかなと思うわけなんですよ。まあ、クリックしたのも実際ありますけどもね。私はまあ暗号通貨にしても FX にしても、自分の分析にかなりの自信と実績を持ってますので、今更人の情報は必要ないんですけども、やっぱりそれでもね、あ、ちょっとクリックしてみようかなっていうふうに気になるサムネイルや気になるタイトルをね、つけてるんですよね。で、しかもそれが毎日更新されるので、やっぱりね、たまにはね、目に入るんで見てみたくなるわけですよ。だからこれが大事なんですよ。皆さんの目に触れる時期が多いってことなんですよ。一回触れて、それ以来ずっとシーンとしてたら忘れられちゃいますけども、なんかね、毎回毎回新しい動画を出してると、たまに触れるんですよ、人の目に。そのたまにが全ての入り口になります。おそらく私の動画に出会った人もたまたま見たんでしょうね。最初はみんなたまたまなんですよ。それがたびたびになっていつもになるという、こういう経路をたどってますので、この YouTube ね、頑張ってやろうかなと思う方もしつこいぐらいやった方がいいと思います。毎日30本50本の動画更新、当たり前のレベルでやっていくってことですよね。まだまだチャンスは広がってます。その秘密として今日お伝えしたいことなんですけども、 YouTube のベテランさんは YouTube から離れ始めているってことなんですよ、ね、だから YouTube はこれから初心者の方が最初の取っかかりのプラットフォームとして利用するものに変わっていってると思います。類に及ばず、私もね、 YouTube を離れ出しています。 YouTube ではない放送プラットフォームをメインで使うことによって、私は自分の YouTuber としての、まあ、いわゆるね、さよなら宣言ですかね、そういうのをしようかと思ってるんですよね。で、YouTube 以外の情報コンテンツにはさらに価値の高いものを詰め込むことが可能ですし、いわゆるですね、多少ですよ、煽っていくものもそこではできると思うんですよ。煽るといってもインチキをするわけではありません。もっと目立ちやすく放送するってことですよね。YouTube はそのあたり
ものすごくね、標準的平均的ないわゆるおとなしいメディアになりつつあるんですよ。それは初心者の方がたくさん入ってきて、情報の分析力が低い方もたくさん来るから、そういうふうにしないと勘違いする方が多いっていうことなんですよね。で、情報はそもそもそれを受け取った人がどう解釈するかは受け取った人に任されているのに、なぜか発信者にね、責任が及ぶこともあります。前回もコメントでありましたけども、久保さん、そんなこと言ったら視聴者様の中には誤解する人がいますよと、動画を取り下げるべきですみたいなことを書いてくれてる人がいますけども、私はそれに対していつも同じ反論をしますよね。大丈夫です。私の動画を見に来る人は皆さんね、自己責任でちゃんと自分で分析して自分で決定して責任を丸投げするようなそんな人はいませんと。だから私の情報を鵜呑みにするような人はいませんから心配してませんよと。そして私も意図してね、嘘を流すつもりはありません。ただ間違えてる情報やその情報がね、変化してまるで別のものに変わるってことは、それはもう仕方がないですよねという形でね、お話しています。さあ、今回はね、YouTube から初心者が、上級者が YouTube から離れ始めているというテーマでお届けしましたけども、これについてね、 YouTube と離れもさんはどういう関係なのか、そしてこれからどういうふうな付き合い方をしていこうかってことをお話しいただければと思います。じゃあしばらく YouTube をテーマにやり取りしていきましょうか。いってらっしゃい。